T-43 水陸両用戦車はソビート連邦の試作戦車である。ソ連では1931年からイギリスより輸入したカーデンドイド D-12 水陸両用戦車を元にした国産の水陸両用戦車の開発が行われていた。まず T-33 が開発された後、これを改良した T-37 が生産され、 量産性が高かったことから、正式採用され、大量生産に至った。これらの車両の機動力をそのままに、当時ソ連において、戦車や装甲車に標準装備されていた 45mm 砲を搭載し、さらに装甲も厚くした水陸両用戦車の開発が始まった。これが T-43 である。開発は、 キーロフ工場とボロシーロフ第37工場の2つの工場で競合する形で行われた。これらはキーロフ工場のものを T-43 から1、ボロシーロフ工場のものを T-43 から2と分類された。重量などに違いはあったものの、1934年までにそれぞれプロトタイプが完成し、試験が行われた。しかし当時のエンジンの出力では、 武装を変えていないにもかかわらず、T-37 よりも 500kg 程度重くなった T-43 が水上で稼働するのは難しく、水中の障害物に対して非常に弱く、速度も時速 0.5km と鈍速で、とても実践運用できるものではなかった。しかし、第25可燃計画の中でも開発を策定していた、 T-43 への期待は強く、その後も問題点の指摘や改良が続けられたのだが、やはり根本的な解決はなく、1935年に制裁計画は凍結された。後に活躍した T-34 の改良型も T-43 の名称を与えられている。ありがとうございます。